ガキだけ探してってわけでもなし、これはこれで楽しめっけどよ。なんだもう飽きちまったってのか俺は。このよ、体になんか詰まったような感じがよ、いっそ俺をイライラさせやがんだよな。ムズムズすんぜ。なんかこうドバーッと出す方法はねえのか。いやいや、ほんと暇だね俺も。まあ他にやることなんざねえしな。ああ今日はもう打ち止めか。さっきのね、一人二人たくさんぶっ倒しちまってるしな。そういや、今日の犠牲者の中に一人、最近噂のアムネジアとやらの末端がいたか。ボスに言いつけるとか、小学生がてめえはよってな。傑作だよな。さて、なんじゃもう少しブラブラしてよ。楽しそうなのいなかったら今日のとこは帰るかって。で、自分で探しといてあれだが、なんかもう見ぬふりして帰りたくなってきたな。こうして苦労して話しかけて俺に何の得があんだ。幽霊じゃねえってのをわざわざ確認するだけが割に合わねえ面倒くささだぜ。タヌキちゃんを少々とっちめてやるとすっかな。えークソガキ、久しぶりだな。あ、こないだの誰だっけ。おうおうおう、いきなり強烈な煽りかましてくれるな。いいじゃねえか、気に入ったぜ。俺のことなんざ覚えるに値しねえってか。なんでそうなるの。だいたい前会った時お名前聞いてないでしょ。僕一度眠りにつくと意識が混濁しちゃって、前後のことをよく覚えてなくて、起きてた時のことを覚えてないって場合も多いんだけど、お兄ちゃんのことはちゃんと覚えてるよ。赤の人でしょ。いったったった。てめえ、それどこで聞いてやがったんだよ。その呼び方やめろ。俺がなんとか主義者みてえな誤解されんだろうが。わかったよ。
意識がとか覚えてねえとかてめえの事情は聞いちゃいねえ。なことはどうでもいいっつんだよ。まずはてめえが何者なのか、てめえのことを洗いざらい喋ってもらおうじゃねえか。僕の事情はどうでもいいのに僕のことを喋るの？反抗的なガキだな。やっちまうか？何も反抗してないでしょ。やらないでよ。まあ僕のことをちゃんと知ってほしいから話すのはいいけど、聞きたいなら教えてあげるね。僕はアゼルって言うんだ。アゼル、よろしくね。そっか。そんじゃ最後の質問だ。もう最後なの？なんか変じゃない？ああ変でもなんでもねえよ。てめえみてえなガキに聞くことなんじゃねえっての。つえってんなら興味も湧くがよ。ここでちっとやってみっか。やらないよ。戦うくらいなら最後の質問でいいよ。こないだの夜、俺の前から消えたからくりについてだ。どんな力なんだあれは。テレポートとかってやつなのか？違うよ。そういうのじゃないよ。詳しくはたとえ相手がお兄ちゃんでもちょっと話せないこと。そうか。じゃあ力ずくだな。楽しみだぜ。何発で口を割るのか。暴力反対だよ。チッ、ガキ相手にんなことすっかよ。そういうのじゃねえってだけで十分だ。けどよ、答えが言えねえならなんかヒントくらいねえのかよ。ヒント？そうだね、今の僕を見て何も感じない？今の僕？ぐったいよ。それに恥ずかしい。ち、俺の頭じゃ分かんねえし、見るのもアホ臭くなった。やめだやめ。残念。もう少し慣れれば分かるよ。多分お兄ちゃんはそういう繊細なのを読むタイプじゃなさそうだけど。まあよ、見たところ足もあるし体も透けてね、成仏できねえ悪霊みてえなのでもねえようだしよ。出たり消えたりって面白そうな力でもねえってんなら話は終わりだ。んじゃ、あばよ小たぬき、二度と会うこともねえだろうが、てめえがうろうろでもしてねえ限りな。それならまた会えそうだね。んだよ、そんなここをうろうろしてやがんのかてめえは。次会ったらもうてめえは興味もなくなった相手、虫の居所次第じゃぶっ飛ばすからよ。嫌なら来んなよここへは。なんだよ、それでも来る必要あんのか。こないだの知らない野郎のこと心配してたり、気色悪いガキだぜ本当よ。あのお兄さん無事でいてくれるといいね。どうでもいいっつんだよあんなの。そうだけどさ、それじゃあ悲しいじゃない。災いが起きるって事前に分かってるなら
ちゃんと逃げてほしいよ。あ、そうだ。最後に僕の方からも一つ聞いていい？うわ、嫌そうな表情。まあよ、こっちから質問した手前だ。質問一個ならよ、コミュニケーションしてやる。ほら、早く言え。もうちょっと聞きやすい顔してよ。うっせえよ。それじゃあ聞くけど、ボイドレッドっていう宝石、見たこととか聞いたことない？知らねえよ、アバよ。早いよ。知らねえもんは知らねえ。考え込むふりでもそりゃそれがありがてえってのか？そうだけどさ。だいだよ、考えてみりゃ俺はそれなりに初心者だったんだよ。んなもん知るわけねえわな。そうだとしてもさ、一応みんなに聞いてみないと。僕はそれを探すためにここに来てるんだもん。何なんだそれ。聞きたい？気になんだろ。それなら言うけど、大声やめてよ。僕の友達であり尊敬する騎士様がね、探し求めて旅してた大事なものなんだ。深淵ってとこに隠されていると言われてる、とびきり綺麗な赤なんだってさ。ああ、探してろ、一生な。冷たいよ。んな、ドリーミーなこと付き合ってられっかってんだよ。学校の仲良しお友達どもと日が暮れるまで探してろ。冷たいよ。少しくらい頑張ってねとか、見つかったら連絡するよとかないの？あると思うか？ないよね。分かってんじゃん。こりゃ遊びは終わらせた方が良さそうだな。んじゃな、ガキ。マジでアバよ。あ、待ってよ。どうしたの突然。僕何か変なこと言った？うっせえ。俺は帰るんだよ。ちょっと、なんで帰っちゃうの急に。急用を思い出した。絶対嘘だ。だよ、腕に絡みついてぶら下がんな。思ってんだよ、ガキがてめえは。ガキでしょ、見てわかるでしょ。やかましいったらねえな。わかんねえよ。おい、噛むんじゃねえよ、汚ねえな。さっか、しつけえな。てめえのそのしつこさのせいでよ。ん？めんどくせえのが来ちまったか、こりゃ。え？何の話？いやいや、お取り込み中すまないね。この夜に随分賑やかな気配がしたもので、気になってつい顔を出しに来てしまったというわけだ。ああ、こいつは仲のいいお二人さんだな。珍しい。兄弟でここへ来てるってのか？ん？いや、姉妹じゃないよな。兄弟か？無駄に難易度高いな、こいつは。
この野郎が。んだてめえ、ただもんじゃねえったら見りゃわかるがよ。突然人のそばで微笑むんじゃねえってんだよ、気色悪い。なんだ、言いたいことでもあんのか。いや、言いたいことなんてあるはずがない。俺は賑やかなんで様子を見に来ただけの通りすがりのただ者だ。賑やか、俺とこいつがか。冗談じゃねえぜ、こんなのと一緒にすんな。え、一緒でしょ、ずっと一緒にいたでしょ。てめえはすっこんでるガキの出る幕じゃねえんだよ。開いた。そのただものさんよ、てめえは様子を見に来ただけなんだろ。はっきり分かったんならさっさと散ったらどうだ。これ以上俺の視界内でうろうろしやがるようならぶっ飛ばして消えてもらうしかなくなるがよ。おいおい、無抵抗な相手にそりゃご挨拶なこったな。俺と言って用があるわけじゃないが、世間話に興じるくらいの余裕があってもいいんじゃないか。でこアホか、俺の視界内に入るなっつってんだ。俺の意思に抵抗してるんだよ、そりゃよ。困ったね、そいつは少々尖りすぎだ。まるで割れたガラスのように扱いに困るほどにな。今時そこまでの人材ってのも珍しい。俺に消えてほしいんだろうが、逆にお前さんに興味が湧いてきた。うわぁ、シード卿だ。俺がどんぐらい尖ってるか分からせる必要があるみたいだな。チクチクと教えてやんぜ。妖精ってのは、俺はお前さんとは戦いたくないんだ今はな。あ？てめえの心情なんざ知るかよ。てめえは戦いたくねえから戦わねえ、俺は殴りてえから殴る、同じだ。おかしいことは何もねえ。いや、何もかもおかしいよ。何もかもおかしいな。わかったわかった、俺の負けだ。これ以上お前さんのご機嫌を損なうのも得策じゃなさそうだ。単刀直入に結論だけ話して終わらせよう。結論だ。お前さんは腕が立つ、そしてその喧嘩好きな荒っぽい性格。うん。そこでだ、俺たちアムネジアと共に戦わないか。最近お盛んだって聞く、クズども集めた組織の立ち上げ。てめえもその口かよ。意外に熱心なこったな。ああ、意外にマメな性格なんでね。俺がなんて答えるかくらいてめえには分かってんだろ。ああまあそりゃ誰だってわかるだろうな。けど一応こう言って誘っておかないと、うちのボスはうるさくてね。お前さんの性格やビジュアル、あいつは気に入ると思うんだが、そちらのちびっこちゃんはごめんな、俺たちは大人の話をしててな。お気になさらずに。
ソ犬が。ボスのお使いた、ずいぶんお利口だな。そう言ってくれるな。自分でも気にしてるんだ。なんだって俺はあんなバカ女に協力してるんだろうってな。あまりに忠実で駅前に銅像でも立ちそうなくらいだ。アムネジアって言ったよな。なるほど。それじゃお前が強欲のなんとかか。知っていただけているとは光栄だ。俺の方もお前さんが誰なのか噂話に聞いた程度には見当がつくんだが、ここでその名を口にするのはやめておこう。有名だからお誘いしたなんて思われたくないんでな。俺はお前さんの目に惚れたんでね。その今にも噛みついてきそうな汚れ切った目、いいね。男の目見て褒めるなんざつくづく気持ち悪い野郎だ。だが無駄なおしゃべりしねえってのは賢明だ。信仰勢力だかなんだか知らねえけどよ、俺は群れてる連中が大嫌いでね。てめえら人なんざそんなに集めて何が目的だってんだ。サッカーでも始めるつもりか。喧嘩なんてもんはよ、一人でやれ。まあそう言いなさんな。同じことに興味を持つ仲間、いわば悪人同好会に集まってるだけで特に理由なんざない。集まることで見えるもの、広がることもあるってこった。群れるのが面倒だというお前さんの気持ちはわかるがな、俺も正直に言うと煩わしく感じることが多いだろう。人を集める目的ってのを改めて聞かれると不思議なもんだな。大勢で身を寄せて周囲を見張れば忍び寄る敵に素早く気づけるとか、そんなところか。俺にはてめえ自身がそんな集まり作って何かしてみてえな人間には見えねえかな。そうだな。俺個人としちゃお前さんの意見に近いな。最強を目指すなら一人でやれとは思うぜ。いいね。イルダの奴に協力してやりたいって思いもそんなに強いわけじゃない。まあなんだ、この不思議な力を手に入れて年甲斐もなく浮かれているだけなんだろうな。俺も大層な野望や目的なんてのは俺にはない。目的もなく力を持て余してるだけさ。お前さんと同じくな。そうだな、加えるなら俺の代わりとなる人物を探してあいつの重りから解放されたいって気持ちは心の片隅に少しあるな。どうだ。てめえ、俺と同じくだよな。イライラさせてくれるぜ。あ、これで俺から言うべきことは伝えたんでな。期待はしてないが、気が変わったら声をかけてくれ。足りめえだ、期待なんざすんな。俺はよ、てめえらみてえなのを潰すのが好きでここにいんだ。敵にはなっても味方にはなんねえ。なるはずがねえ。ああそうだな。けど人生ってのは何が起きるかわからないもんだ。好きの反対は無関心、憎しみこそ愛情に変わりやすいって言うしな。言わなきゃ可能性はゼロ。俺も一応伝えただけのこと、その辺は多めに見てくれ。いくら言ってもゼロなもんはゼロなんだよ、気持ち悪い。
ゼロどころかマイナスに突入させてえのか。てめえのお仲間、いや飼い主か。戻ったらそいつに伝えておけ。いつかぶっ倒してやるから待ってろ。俺を差し置いてあんま生意気してんじゃねえぞってな。せいぜい三下のクズども束ねて生きがってやがれ。俺が根こそぎ全部片っ端から一通りぶっ飛ばしてやるからよ。楽しみだな。おい、こりゃありがたいお言葉をどうも。あのバカが大喜びしそうだ。最後にてめえ自身に言っといてやる。てめえほどの野郎がなんでそんなバカの使いっ走りしてんだ。悪いことは言わねえ、ぶっ倒しちまえ。てめえならそのなんとかって女なんざ余裕だろうよ。ぶっ倒してよ。てめえがそこのトップだってんなら遠慮なくぶちのめしてやんのにな。おいおい、よしてくれって。あんなのの相手なんざこっちからお断りだ。勝てるもんならお前さんが相手してやってくれ。まあ危なっかしいとこはあるんでな。俺があいつを止めないとって日が近く来そうでもある。そん時になったらやり合うことになりそうだが。何言ってんだこの野郎は。余計なことはいいんだよ。とにかく今すぐやっちまえっての。話を聞けって。その時が来たらだよ。そりゃ随分慎重なご様子だ。話疲れた。やめだやめ。ああすまないな、長い時間引き止めて。顔が分かった方が殴る時のイメージがしやすいからな。たっぷりボコって息も絶え絶えでボスんとこ帰らせんのもよかったが、そいつは無理そうだ。あばよこの電書ドバと野郎。帰ったらさっきのことご主人様に伝えとけ。これでようやくムカつく野郎どもの顔見ずに済むってな。誰かと一緒なんざ疲れるだけだな。言っちまったか。いつ暴れ出すかってな。猛獣の檻にでも入れられた気分だったよ。まったく、ああいうトゲのあるやつは俺としても嫌いじゃないんだがね。ご機嫌斜めじゃ仕方がない。今日のとこは出直そう。問題はご機嫌がいつまっすぐに治ってくれるのか。それが絶望的なところなんだが。そっちの小さなお前さんは行かなくていいのか。あれとは仲良しなんだろう。ううん、さっき会ったばっかり。なんか怒ってるからついていきづらいなって。そうか。だがこの夜に一人でいるのは危険だ。ここから戻る気ならあんなのとでも一緒に行った方がいい。なんなら俺が送ってもいいが、おすすめはしないな。そうなの？あのお兄ちゃんと話終わってないから一緒に行くよ。それじゃあね。ああ気をつけてな。あと最後に聞きたいんだが。ん？何？お前さんのその体一体何者だ？さーて何のことかな。いや何でもない。ほら行け、見えなくなっちまう。うん、それじゃあね。お前さんも何か目的を持つ者の目をしてる。互いの運命の線が交わることもあるだろう。よければ協力するぜ。そん時は声をかけてくれ。僕悪人の一味になるのは嫌だよ。そうだな、
悪い人になるのは良くない。あ、見えなくなっちゃった。それじゃあね、お兄さん。ああ、またな。また奇妙なのを見ちまったな。これだから夜ってのはおっかない。